土蜘蛛草子。源頼光は清和天皇の血を受け継いだ勇猛果敢な武将として評判である。10月の20日余りの頃、源頼光は北山あたりの蓮台戸に行っていた。お供には渡辺の綱という世に並ぶものなき優れた武将を従え、頼光は三尺約90センチほどの剣を引っ提げ、綱は鎧を身にまとって弓矢取りを左右に従えていた。そうして歩いていると、空に一つのシャレコーベが飛ぶのが見えた。それは風に吹かれながら雲間に入っていった。頼光と綱がこの行方を追っていけば神楽丘というところにたどり着いたが、もうシャレコーベはどこにも見当たらなかった。そこには古い家があった。頼光たちが広い庭に足を踏み入れてみると、梅雨に濡れた草を分け入る袖も濡れて、門にはつる草がはびこってすでに朽ち果てていた。かつては身分のある者の屋敷であったのであろう。西には赤く染まった布のように美しく紅葉した山があり、南には瑠璃色に輝く美しい池があった。庭は蘭菊が咲き乱れる野原となって、門は鳥の住処になってしまっている。そうして中門をくぐり中に入って、頼光は綱にそこで待つように命じて辺りを見渡した。家の中には障子一間の台所があったが、そこから老婆の動き回る気配がする。頼光が引き戸を叩くと、中から戸が開いて老婆が顔を出した。頼光が、何者だ、なぜこのようなところにいると聞けば、老婆は、私は長年ここに住んでいるものじゃ。主君九代に仕えてもう290歳になる答えた。老婆を見ると、真っ白に染まった髪を束ね、先の尖ったくじりという道具で左右の目を見開き、上のまぶたを頭にかぶせている様子は帽子のようである。武士が髷を整える口蓋という道具を使って口を開き、唇を吹き伸ばしてうなじに結んでいる。左右の乳房は膝にかかるまで垂れ伸び、まるで身にまとっているようである。老婆はさらに続けて、春が過ぎ去り秋が来ても心は昔のまま、年が去って年が来ても恨みだけが募る。ここには鬼の塚があり、人はとも耐えてしまった。若きは去るというが、老いて自らの身だけが残るのも恨めしい。庭にいたウグイスもいなくなり、軒先のツバメが遠のくのを嘆くばかり。あなたとお会いできたことは、女郎屋の娘が監視人の白楽天に出会った心地じゃ。
人と場所が違うといえども同じこと。そこでも川の上に浮かぶ月を見るたびに枕を濡らして悲しみに暮れているのじゃ。そうして今、知恵のあるあなたと出会うことができた。どうかお願いです。私を殺してください。南無阿弥陀仏を唱えながら、阿弥陀様のもとに行きたいのじゃ。これに勝るご恩がありましょうか。と言った。頼光は、このようなものと問答しても意味のないことと思い、その場を立ち去った。すると綱が、台所まで様子を伺いに来た。日はもう傾き、夕闇となって、空はただならぬ様子で、夕暮れに霞んだ木の葉も舞い散って、おびただしい風が吹き荒れ、イカズチ稲妻が鳴り響いた。綱は生きた心地がしない中で考えていた。ここに留まり続けるべきか。もし化け物が群がってくれば、二人で囲んで双方から切り捨てなければならない。しかし、囲めなければそれもできない。二人の間に誘い込まなければ、叶うはずがない。かといって、一箇所に集まるべきでもなく、逃げるべきでもない。中心は二君に仕えず、公女は主に見えずという言葉がある。中心は一人の主に忠誠を誓い、その忠誠は主のいない時にこそ果たすものである。命に背いて恩を忘れるべきではない。と思いつつ、雨風にさらされたまま、そこに留まった。頼光は心を沈めて、耳を澄ましていた。甲を打つような足音の、異類、異形の者どもが、数え切れぬほど歩いてくる。柱を挟んで退治すると、そこには、それぞれ姿形の異なった化け物がいた。頼光が、灯火の方に目をやれば、化け物はその目を白毫のように光らせ、一同にどっと笑って、障子を閉めて去っていった。そうしてまた、一人の尼が来た。道州の人に似ている。背丈三尺、約90センチほど。顔が二尺、胴体は一尺ほど。足の短さはかなりのものである。それが、灯台のもとへ歩み寄り、火を消そうとした。頼光が睨みつけると、尼はニコニコと笑った。その顔は眉を太く整え、口には赤い紅、前歯二本にお歯黒を塗り、紫の帽子に赤の袴を長々と履いていた。上には何もまとっておらず、手は糸筋のように細く、色は雪のように白い。そうして、静けさが満ちると、雪や霞が消えるように、消え失せた。明け方になり、今度は何事だ、と思えば、怪しげな足音が聞こえてきて、
向かいの障子が少し開いた。その隙間から何者かがしばらく覗いてから、また隠れた。その様子は春の柳が風に乱れるよりも繊細なものであった。そうしてまた障子が引き開けられると、女が現れて力なく立ち上がり、少しずつ歩み寄ってきた。その様子は上品で、また畳に崩れるように座った様は、なんとも趣がある。女は楊貴妃や李夫人に並ぶ美しい顔立ちで、家の主が喜んでやってきたのであろうか、などと思いながら見ていると、冷たい風が吹き抜けて、空が白み始め、女はすっと立ち上がって、帰るようなそぶりを見せ、灯火を見た。髪を前へ垂らし、火を睨みつけたその目は、すき漆を注いだように炎に反射し、眩しく輝いた。そしてこの女は、裾を蹴り上げながら、マリほどの白雲を塔ばかり、頼光にかけた。頼光は目が見えなくなった。そして、目の見えぬまま、女を近くまで引き寄せると、剣を取って強く切りつけた。女は、かき消えるように、消え失せた。そうして化け物がいなくなると、綱が現れて、敵を退治するお姿、お見事でございました。しかし、剣の先が折れてしまったようです。と言った。板敷きから抜き出して見てみると、確かに折れていた。石杖の石を半ばほども打ち裂いていたのだ。そこには、白い血がおびただしくたまり、剣にも白い血がついていた。綱とともに、その化け物の血の跡を追うと、昨日の老婆の住まいに戻ってきた。ここには白い血の跡が残るばかりで、老婆の姿は見えない。すでに一口に食われてしまったのか、などと思いながら探し続け、西の山の奥に分け入り、洞窟の中まで探しに行くと、白い血が細い谷川のように流れ出している。綱が口を開いた。剣の折れ方を見ると、古代中国の勇士、眉間尺が親を思い、仇を売ってもらう代わりに、剣の先を折り、口に含んで身を捧げた孤児と同じく、できることなら富士を借り、カツラの木を切って人型を作り、烏帽子と着物を脱いでそれを着せて、前に立たせていきましょう。と言って、頼光と共に、その人型を作った。そうして四五丁、約500メートルも前に進んだかと思う頃、洞窟の奥にたどり着いた。古い蔵のような建物が一軒ある。瓦に松を吹き、柿は苔むして、人跡絶えたところである。見ると、身の丈30畳、約90メートルほどの、頭から綿をかぶったような化け物がいる。頭はよく見えるが、足の方はよく見えない。ただ、
大きな目が日月の光のように輝いていた。そうして、とどろくような大きな声で、ああ、どうしたことだ。体が重い、苦しい。と、言い終わった途端、白雲の中から威光を放つものが一つ飛んできて、人型に突き刺さった。人型はその場に崩れ落ちた。取り上げてみると、折れた剣の先であった。綱の言った通りである。やはりただものではないな、と頼光は思った。化け物は何も言わなくなった。すぐに二人は近づいて、力を合わせ、化け物をつかみ出した。そうして頼光は、この者力が強く、抵抗し害を及ぼす。揺るぎなき国を揺るがそうとする者なり、天照大神、小八幡宮に祈念する。我が国は神国なり、神は国を守りたまう。国はまた、帝の亡人により治まる。我はまた、亡人にして、王孫なり。正しき道の家に生まれ、今、このものを見るに、畜生なり。畜生は、極悪無限、破壊無残のゆえ、この世に生を受け、しかも、国に災いをもたらし、人の仇となる。我はすなわち、帝を守る兵なり、国を治める片腕なり、何時、服従せよ。と言い、二人で、えいっと引き出すと、はじめのうちは抗う様子であったが、すぐに屈服し、仰向けに倒れた。頼光は剣を抜いて、首をはねた。綱が腹を開けようとしたところ、中ほどに深い切り傷がある。頼光が女を切りつけた時の傷であった。一体何者であったのか、と確かめると、山雲という化け物であった。剣の切れ目から死人の首が1990も出てきた。そして、脇腹を切り裂くと、七八歳の子供ほどの大きさをした子蜘蛛が、数え切れぬほど走り騒いだ。腹を裂いてみると、小さなシャレ神戸が、20ばかり出てきた。頼光らは、穴を掘って首を埋め、化け物の住処に火を放ち、焼き払った。皆はこれを聞いて感銘を受け、帝は頼光を角神に任命し、小下の四位を与えた。綱は丹波の国を賜って、小下の五位が与えられた。ということである。